リネ、ごめんなさい。私もごめん、お兄ちゃん。もっと慎重に動くべきだった。そんなこと言わないで。全部僕が悪いんだ。慎重にすべきだったのは僕の方だよ。二人はあと少しで。僕がもう少し有能だったら、今頃孔子様を見つけられてたかもしれない。違う、そんなこと言わないで。え？あ、ごめん。つまり私たちみんな慎重じゃなかった、そういうことでしょ。これは連帯責任だね。うん、そう、連帯責任。お兄ちゃん、心配してくれてるのは分かってる。私たちも今お兄ちゃんのことが心配だもん。だからそんな顔しないで、元気出して。ああ。ああ、どうやらフレミネ君の容態は落ち着いたようだ。もちろん、じゃなきゃ医務室を離れたりしないのよ。で、そっちの二人が来るのは想定してたんだが、看護師長は何しに？クロリンデさんの様子を見に来たの。具合はどう？ああ、特に問題はない。できれば一度診察させて。すぐ終わるから、このあと数分だけ時間をもらってもいい？分かった、感謝する。じゃあ私は先に。そろそろ弁解してくれるよな。弁解？その言い方は気に入らないな。説明ってことでどうだい？だがどこから話したものか。うん、あんたらが最も知りたいことからにしよう。さあ質問してくれ。お前は最初からリネたちの目的を知ってたのか？いや、彼らがファデューに所属し、召使いの命令でメロピデ要塞に潜入したことしか知らなかった。具体的な目的はあんたらの行動が進むにつれて見えてきたんだ。目的も知らなかったのにわざわざ警戒してたのか？彼らが現れた理由は決していいもんじゃない。俺はこういうのに鼻が利いてな。最初は孔子がなぜ失踪したのか調べるのが目的だと思ってたからな。リネ君は俺が彼を逃がしたと考えていたようだが、
俺らは彼の行動を止めもしなければ容認もしていなかったというのが正しい。講師はおのずと協力者を見つけて自然と離れていったのさ。スネージナヤの執行官がフォンテーヌで失踪したとなれば、きっと召使いはそれをネタにするだろう。俺もあの執行官がどこに行ったのかちょうど気になっていた。どっちみち調べる必要があるのなら、ファデュイの人間に調べてもらった方が得だろ。俺はただ結果を待てばいいんだからな。ジョフノリってわけか。別に構わないだろう。まあその後の状況が変わったのは少し残念だったが、おそらくフレミネ君からも聞いてるはずだ。メロピデ要塞周辺の海水に変化が起きてるとな。金域こそがリネ君の元々の調査目的。ここに来てからあんたらもそれに巻き込まれることになった。だからあんたらの身の安全とメロピデ要塞のトラブルを未然に防ぐため、俺も手を出し始めたってわけさ。お前が昔犯罪者だったって噂は本当なのか？何を言ってる。俺はメロピデ要塞の管理者であってずっとここにいる。服役するのと何ら変わりないだろう。ただここの者たちが俺に服従してるだけだ。そういえばクロリンでは誰が呼んだんだ？もちろん俺だ。金を出して彼女にメロピデ要塞まで出張に来てもらった。クロリンデさんは決闘代理人、つまり第三の勢力だ。今後起こりうる危機をどうにかするにはずば抜けた実力を持った助っ人が必要だったんでな。例えばフレミネを助けるとかか？あ、そう理解してくれていい。フレミネ君は確かに優秀だ。あんなに劣悪な条件じゃなければ今頃失踪した人に追いついてただろう。それはあんたには関係ない。ヌビレットさんの依頼も講師の行方をつかむことだけだったはずだ。俺は金域が講師の失踪と関係ないことだけを証明すればいい。これに関しちゃフレミネ君はまさにその証人だろう。けどオイラたちの調査はもう医務室まで進んでたんだ。それにお前もさっきあれこれ質問しただろ。なのにオイラたちの最後の質問にはまだ答えてないぞ。おっと悪い、そんなに答えが気になっていたとは。そりゃそうだろう。たとえ目を背けたくなるような真実であってもか。ついてこい。地下室まであるぞ。よくこんなの隠してたな。
ここはメロピデ要塞だ。それを忘れてもらっちゃ困る。真ん中の円盤に立ってくれ。まさか何か秘密の仕掛けがあるのか。うわあ！ここが禁域か？こんな奥まったところに隠してあるのに、見た感じ特別なところはないな。すごいでかい扉だぞ。これと似た扉が合計で3つある。通常であれば誰も足を踏み入れられない区域だ。俺以外はな。その名の通り、まさに禁域ってわけさ。だがあんたらはきっとここの情報をファデュイの子たちにも共有するんだろうな。まあ確かに隠そうとは思ってないけど。そうすべきかどうかはここを見てから決めるといい。下がっていろ。おお、一つ一つ上がっていったぞ。近づいてみるといい。メロピデ要塞の管理を引き受けてから俺はずっと不思議に思っていた。このゲートの裏には一体何があるのか。もちろん考えなしに開けるのは賢明な行動じゃない。だがこの裏に隠された謎を解き明かさないのはリスクを放置してるのと同じだ。ここが俺の管理下になってから今までこのゲートのメーターが動いたことはなかった。それがここ1年でその針が静かに回り始めてる。おそらく何らかのデータにわずかな変化が生じたんだろう。普段なら見逃してたが、その時はちょうど暇だったんでな。少しばかり時間をかけて調べてみた。あんたらはこれが何のデータだと思う？ああ、合理的な推測だ。俺もそう考えていた。だがな、そんなありきたりなもんじゃない。
温度は気候の変化によって簡単に変わるもんだ。つまり温度よりも水圧の方が可能性は高い。だから俺は試しに外部から圧力を加えてみた。だがそれに変化はなかった。そこで俺は別の可能性に思い至った。原子大海の水と関係があるんじゃないかってな。その予想をもとに俺はある準備を始めた。このメーターの針はここ2日でまた動き始めてる。そしてあの潜水士が帰ってきた時の症状を見て俺は確信した。これは原子大海の水の濃度を測るものだとな。濃度？でもここって海底だぞ。問題はそこだ。俺たちは海底にいるが海水は静かに変化しつつある。大海の水が混ざりその濃度が徐々に上がってきてるんだ。ああ、その可能性が高い。でもオイラたち、いやヌビレットたちだって原始大海がどこにあるのか知らないんだぞ。一体大海の水はどこから。どうやら気づいたようだ。まさにその通りさ。このゲートの向こうには原始大海があると俺は考えてる。何らかの理由でゲートの裏に存在する大海の水が大幅に上昇してるんだろう。で俺らのところまで迫りつつある。現在メーターは赤だ。ゲートはまだ存在しちゃいるが大海の水の一部が海底から漏れ出て海水に混ざり始めてる。このままだといずれ下の水をせき止めることができなくなるだろう。ああ、大海の水は原始大海に由来するものだとフォンテーヌの伝説では語られてる。もしここが決壊すればフォンテーヌに住む奴らは全員たった一夜にして水になるだろう。でも妙じゃないか。なんでメロピデ要塞は原始大海のゲートの真上に建てられたんだ。ここって誰が作ったんだろう。その顔を見るに難しく考えてるようだな。だが実際のところ事実はあんたが想像してるもんより単純かもしれない。俺がこのことに気づくまで金域の秘密を知る者はフォンテーヌにいなかった。ただそれだけだ。メロピデ要塞には本当の意味での創設者がいない。今から話す噂も昔ここに集まった奴らが残したもんだ。先代水神のエゲリアがまだその座にいた頃、罪を犯したフォンテーヌ人は追放されるのが慣例だった。人々は狼の群れから仲間を駆逐するかのように犯罪者を追い出した。犯罪者は何の同情も得られない。これが普通だ。荒れ果てた海辺に追放され苦難や寒さ痛みを味わうことになる。だが一部の人間は悔い改め天に祈りながら自分にできることはないかと水神に聞いた。水神は彼らの渇望に憐れみを覚えこう言ったらしい。海の底で私の秘密を守ってくれと。彼らは水神の力を借り海の底に集った。そして協力して築き上げたのがこの要塞だ。彼らはここに住み着き徐々に多くの人を受け入れていった。追放者が増えていくにつれ
より多くの者が彼らと同じ道を歩んだ。そして最初のメンバーたちは死ぬ前に、当時まだ完成していなかったメロピデ要塞を他の追放者に託したという。先代水神は遠く離れたところから力を貸し、そのおかげもあって追放者たちの要塞はより大きなものとなった。海の底にあり、太陽から遠く離れたメロピデ要塞、そこは罪人たちにとって唯一の安息の地となった。だからここの人間はメロピデ要塞を監獄とは呼ばない。彼らは信じてるんだ。自分たちは今罪を償っている。その償いを終えたら再び自由になれるとな。だが後にそいつらは気づく。メロピデ要塞は孤独の地なのだと。彼らはここの生活に染まっていき、水の上の世界とは徐々に疎遠になっていった。刑期を終えた後、ここを去らずに残る者もいる。残った者はこの地で官職に就くと、その枯れた魂が太古の秘密と共に消えていくことに身を任せた。数百年が過ぎ、メロピデ要塞が何のために建造されたのかを知る者はもう少ない。ここは遥か昔から存在し、犯罪者が流れ着く場所だと人々はそうとだけ考えてる。たまに年を取った研究者が罪を犯し、ここで余生を過ごすことがある。俺はある年老いた歴史学者からこういった話を聞いてきた。だが他のやつはこの話をあの学者の妄想だと思ってる。でもお前は確信してるんだな、その話は全て真実だってことを。ああ、もしいつかこのゲートが決壊すれば、あの予言のように全ての人が水に溶けるだろう。どちらかといえば俺はそれほど信じちゃいない。だが残念ながら全てのことが予言の内容と重なってる。予言ってのは厄介なもんだ。耳にしただけで一度目の恐怖を叩きつけられる。そしてその兆しが現れれば二度目の恐怖を、それが現実となれば三度目だ。場所を変えよう。あるものを見せてやる。ここだ。公爵、ちょうどいいところにいらっしゃいました。最新のデータはすでに。待ってください、ジュリエ。他の人が。あれ、ジュリエとルールビー？慌てるな。この二人はもう俺らの計画を知ってる。何ですって？誰にも計画を漏らしてはいけないとおっしゃっていましたよね。そうですよ。それにこの人たちは信用できるんですか？結果はもう目に見えてるだろう。この二人はあんたらが思ってる以上に情報を知ってる。わかりました。あなたがそこまでおっしゃるのなら。そうですね、二人から悪意は感じませんし、多分信じてもいいのでしょう。さて、改めて紹介しよう。こいつはジュリエ君。フォンテーヌ科学院で最高位の研究員の一人だ。昔はエドウィン君の元で働いてた。あんたら、エドウィン君のことは知ってるか？エドウィン君は
爆発でフォンテーヌ科学院を丸ごと吹き飛ばした男だ。彼は頭のネジが抜けてることで有名だけど、ま、君はこの国の人間じゃないし、知らなくてもおかしくないだろう。彼の専攻はアルケウムと重力機械だ。ジュリエ君はその助手で、関連技術が頭に入ってる。俺はジュリエ君を技術顧問として雇ってるんだ。まさかメロピデ要塞を吹っ飛ばすつもりか。ほう、そりゃ魅力的な言葉だな。つい想像したくなる。僕もちょっと心が動きかけたかも。皆さん、変なことを考えないように。この真面目なのがルールビさん。同じく俺が雇った技術顧問だ。偶然にもジュリエ君はエドウィン君の助手で、そして彼女はもともとジュリエ君の助手だった。そんなことってあるか？見ろ、やっぱりみんなそれを聞く。あんたら実は仕事を理由に相引きしたいだけなんじゃないか？公爵、相引きだなんてありえません。そうです、僕が土地狂わない限り。ああ、分かった。今のは聞かなかったことにしてくれ。さ、二人ともついてこい。そう褒めるな。メロピデ要塞に対していらん自負が生まれてくる。ヒヒッ、だって本当にすごいと思ったから。ではもう少し手品を披露しよう。これって船か？かなりでかいぞ。それにここって見たことない生産エリアだよな。一体どうなってるんだ？あんたらはフォンテーヌの歴史についてどれくらい知ってる？あんまりよく知らないな。となるとレムリアの物語も知らないだろうな。ざっくり話そう。古代フォンテーヌはレムリア王朝の統治を受けていた。言い伝えによると、レムリアの帝王レムスは天啓を受け、金の鉢に化身した預言者シビラを訪ねた。レムスは金の鉢と大戦フォルトゥナ号と共に海上に自分の国を建てたという。彼はその国をレムリアと名付け、フォルテナ号に乗って新たな島や部落を探し回った。そしてその者たちに帝国の統治下に入るよう呼びかけた。その者船が出てくるんだな。ああ、水と関連する場所なら船は必ず出てくるもんだ。人々は船が希望へと導いてくれると信じてる。じゃあお前も信じてるのか？俺は半々ってところだ。だがあんたも知っての通り、俺は工場一つを動かせるほどの材料と技術、人材を持ってる。試してみても損はないさ。あのゲートの下に大会があるかもしれないと思い至った時から、俺はこの考えを持つようになった。つまりその伝説のフォルトナ号に影響されたってことか？
天災を目前にしてフォンテーヌ人にはこういった手段が必要だからな。もしここの囚人どもがこの巨大な船の裏にある真実を知ったらどうなると思う？本物の災いが訪れる前にメロピデ要塞で暴動が起きて壊滅するだろう。管理者である俺がそんな考えなしの行動など認めるはずもない。さて、随分と会話も弾んだことだ。お茶を3杯は飲まないとな。他に聞きたいことはあるか？どうやらないようだ。では外まで送るとしよう。さて、見送りはここまでにしよう。ありがとな。礼はいい。だが覚えておけ。情報を共有するかどうかはあんた次第だ。これからあんたが取る行動はあいつらに影響を及ぼす可能性が高い。その辺はちゃんと考えるつもりだぞ。ああ、これからの展開を楽しませてもらうとしよう。ついさっきあることを思い出した。麻酔が効いてた間、うっすらとだけど近くで人が話してるのが聞こえたの。茶葉、お茶の水、あとティーカップとかの話をしてた。ニオセスリとシグウィンだろうね。男の人と女の人が一人ずつだったから、多分そうかも。でも、その人たち、本当にずっとお茶の話だけをしてた。ここの人、ちょっと何考えてるのか理解できないかも。旅人、パイモン。真相はもう聞き出せたんでしょ？全部説明してくれたぜ。ふんふん。じゃあ答え合わせをしてもいいかい？ああ、少し休んだおかげでだいぶ楽になったよ。近くに誰もいないし、シグウィンさんも他のことで忙しいみたい。このままここで話そう。
よし、じゃあまずは僕から大胆な仮説を話すよ。まず一つ、なぜフレミネは大会の影響を受けたのか。その原因は彼が水中に潜ったからだ。言い伝えから原始大会の場所は特定できないけど、僕の推測によればこのメロピデ要塞の近くにあるんだと思う。おお、すごいな。早速かなり当たってるぞ。さすがリネ。二つ、ディオセスリの態度が急変した点について。最初は見て見ぬふりをしていたのに、どうして急に牙を剥いたのか。この問題はかなり時間をかけて考えることになった。仮にリオセスリは最初からファデュイに目をつけていたとする。彼が僕たちを野放しにしていたのは、おそらく皇子様を見つけさせようとしたからだろう。しかもメロピデ要塞はフォンテーヌの法廷に属していない。つまりヌビレットさんに報告する必要もないってことだ。リオセスリはいわゆる無法地帯の王と言っても過言じゃない。メロピデ要塞側が皇子様の失踪に関与していなければ、お父様はフォンテーヌ政府側に異議を申し立てることになる。こうして両者が膠着状態になれば、彼はその間にできた隙を泳ぐことができるってわけさ。つまり彼には何か成し遂げたい目的があるんじゃないかな。おそらく医務室の秘密と関係してるんだろう。でもそれが一体何なのかについては皆目見当もつかない。お前って本当頭がいいんだな。ありがとう。さて、次が最後の呪文だ。もしリオセスリに計画が存在するとしたら、それは何なのか。現在僕が把握できているのは、その計画が海水の変化と関係している可能性があるということだけ。そのためにクロリンデさんまで呼んだんじゃないかな。でもこれだけじゃ足りない。医務室の仕切り板の裏には秘密の通路が隠されているかもしれないし、もしそうなら彼のテリトリーには普通の人じゃ目にできないものがあるっていうことだ。あの手にはまだ駒が握られていて、お父様と交渉することも考えてる。
情報が足りなすぎてあまりに予測の立てようがない。でも君が僕の疑問を解いてくれるはずだ。まさかそれが真実だなんて。洪水が予言通りに全てを飲み込む。じゃあディオセスリがお父様との面会を望んだのもこの危機を防ぐためだったってこと？僕がこう言ったのは覚えてるかな。お父様はハウス・オブ・ハースを本拠地として扱ってるから問題の解決をずっと望んでるって。でもどうしてディオセスリがそのことを知ってたんだろう。それかディオセスリもこれを知ってたわけじゃなくて、ただお父様を説得したかっただけなのかも。だから交渉を持ちかけた可能性もある。そうだね、筋は通ってる。君が心配してることはちゃんと分かってるから安心して。この情報は何としてでもお父様に伝えるよ。何、君とパイモンには十分すぎるほど助けてもらってる。君の存在なしには僕たちはここに立つことすらできなかっただろう。今後助けが必要な時はいつでもハウス・オブ・ハースに来てくれていいからね。君たちにその気がなくてもこれだけ一緒に過ごしてきたんだ。僕たち三人にとって君たちはもはや家族同然さ。僕もとても感謝してる。大事な時にお兄ちゃんを守ってくれてありがとう。それに重要な秘密を共有してくれたことも。教えてくれるとは思ってなかったから。急にそんな難しいこと言うなよ。あなたほどの実力者なら私たちが手を貸すまでもないかもしれない。でももしあなたがピンチになったら私たちが必ず守ってあげる。ひひ、安心感が半端ないな。疲れてるよね。早く何か食べた方がいい。うん、じゃあ先に行ってるな。僕もっと役に立てる人になりたい。十分だと思う。お兄ちゃんだってそう思ってるはず。ああ、それに僕に強がらないでってよく言うけど君たちも同じだよね。何が食べたい？ねえ、
今日はうちが決めるってシェフのウォルジーさんに言ってあるから、何でも食べたいもの注文してちょうだい。おいらもおいらも。はいはい、任せて。これが苦労せずに物を手に入れるって感覚か？って違う違う、オイラたちだってたくさん苦労してきたんだった。お腹いっぱいになった？味はどうだったかしら？美味しかったぞ。君たちの喜ぶ顔を見れてうちも嬉しいのよ。ほら今の表情、ここの筋肉が動いてるからとてもリラックスしてる証拠ね。看護師長は患者のためにそういうのを研究してるのか、それとも人間を理解するためにやってるのか？どっちもね。うちってメリジーヌでしょ、人間といろんなとこが違うの。だからここでみんなの面倒をよく見るためにも君たちが考えてることを知らないといけないのよ。本当に面倒見がいいんだな。こんなに背がちっちゃいのに振る舞いはお姉さんみたいだぞ。本当？うちのことお姉さんだと思ってくれるの？よかった。そうだ、前にお前が公爵の執務室にいた時、リレたちを守ってたって言ってたけど、それって何のことだったんだ？ああ、それね、うちはただあの子供たちを気にかけてほしいって公爵にお願いしただけよ。特にあの潜水士の子をね、水質が妙だって聞いたから心配で。幸いクロリンデさんの見事な手腕のおかげで、あの子を無事に助けることができた。クロリンデさんがあそこを離れた後、公爵がわざとパイプを封鎖したのもリネさんが衝動に駆られて追いかけるのを防ぐためだったのよ。あの道って行き止まりだけど、それでも誰も近づかないように数人の看守にずっと見張らせていたの。それからクロリンデさんが戻ってきた時、すぐに扉を開けられるようにね。うちもずっとリネさんの様子を気にかけていたんだから、プレッシャーをかけながらトラブルに巻き込まれないようにしていたの。本当に抜かりないんだな。まあこれがメロピデ要塞のやり方といったところかしら。少なくとも公爵が着任してからはずっとこんな感じね。はあ、ヌビレットさんももっとここに来てくれたらいいのに。そうすればきっとこの場所を好きになってくれると思う。だって暗くてごちゃごちゃしているでしょ。今夜はゆっくり休んでね。みんなお疲れ様なのよ。ああ、あなたたちか。晩ご飯は美味しかったか？
悪くない。看護師長には気を使わせてしまった。ひひ、聞いたぞ。お前、公爵に呼ばれて手伝いに来たんだってな。それにフレミネも助けてくれたんだろ。本当にさすがないよな。大したことじゃない。でも決闘代理人も出張したりするんだな。ところで公爵や看護師長たちと一緒に食べないのか。一人じゃ退屈だろ。看護師長はあなたたちに付き合ってた。公爵は彼自身のことで忙しくしてる。あ、そういえばナビアが言ってたけど、一緒に食事したんだって。そうだな、久々に食事を共にした。あれ、久々ってことは前にも一緒にご飯を食べたことあるのか。ああ、もう昔のことだが、二人ともここでうまくやってるようだな。近いうちメロピデ要塞は不穏な空気に包まれるだろう。軽率な行動を取らないよう気をつけてくれ。知らんが、何かトラブルがあったらしい。ったく、俺に聞かないでくれ。なんだよ、おいらまだ眠いのに。暇なんてない。じゃあな。え、あ、おい、どいつもこいつもオイラたちに構ってる暇がないみたいだぞ。なんなんだ。やっと見つけた。こっちに来い。よかった。クスト、ラベリューナ、
か知ってるのか？もちろん、君たち二人を探すためにわざわざ来てやったんだからな。何やら少しトラブルが起きてるらしい。できるだけここから離れて外に逃げろって公爵に言われてる。ラベリューヌが、君たち二人は来たばかりの新人だし、誰にも気にかけられずそのまま忘れられるんじゃないかって言うんだよ。ほらよくあるだろ、逃げた後に人数を確認したら一人か二人足りないってこと。ん？そんなこと言った覚えは。むしろそれはそっちが。余計なこと言うな。はいはい、とりあえず俺たちについてきてくれ。そう、できるだけ上に行けって言われてる。まずいんじゃないか？まさかあれが？え、おい、どこに行くつもりだ？公爵に用事があるんだ。お前たちは先に行ってて。心配しなくていいぞ。おい、気をつけろよ。皆さん、直ちに避難してください。外へ避難を。まずは上に向かってください。最上層に到達したら外に出て、ここを離れてください。からの指示です。今すぐ外へ避難する必要があります。君も急いでください。皆さん、直ちに避難してください。公爵からの指示です。今すぐ外。案の定だな。そう言ったはずだ。何が。いいところに来た。だがすぐにここを離れてくれ。ここは長くない。
水中防衛ラインが時期決壊するとヌビレットさんに伝えてくれ。お前たちはどうすんだよ。あの方が到着するまで私たちが最後の砦だ。ここのゲートどれくらい持つと思う？そりゃ俺らの頑張り次第だ。旅人、今すぐ歌劇場に向かってほしい。もうじきフリーナがそこで召使いに会う。どうかフリーナを守ってくれ。くれぐれも彼女を召使いと長く二人きりにさせてはいけない。ああ、必ず。心から感謝する。でしょうか。ヌビレット様から話は聞いております。こちらへどうぞ。ヌビレット様からすでにお聞きになっていると思いますが、ここから先は武力行使に適さない場です。ですがそれでもできる限りフリーナ様の安全を守るようご尽力ください。おお、フリーナ殿がおっしゃっていた貴賓は君たち二人だったのか。もちろん、二人はこの場に不可欠な存在だからね。デザートを並べた僕のテーブルの前に客人が二人もいないなんてありえない。それだとあまりに寂しすぎて僕の身分には不釣り合いだ。お会いできて光栄だ、旅人。ご孔明を兼ねてから伺っているよ。私はファデュイ執行官、召使い。君たちの席はもう用意してあるよ。さあ、僕の隣にかけるといい。私とフリーナ殿の習慣についてきっと二人はまだ知らないだろう。実はつい最近約束をしたんだ。時間があったら一緒にお茶を楽しもうとね。ほら、これはフリーナ殿が大変気に入っているケーキだ。毎日限定で16個しか販売されず、タイミングを逃せばすぐに売り切れてしまう。旅人とパイモンもぜひ召し上がってみてくれ。
旅人、ケーキはどうだった？そうか、なら私も安心した。やはり講師の言う通りのようだ。君の好みは私とフリーナ殿と大して変わらない。最近彼はどう過ごしているのか。ここにいる皆も知っているだろう。講師が失踪したということをね。まったく心配で仕方がない。彼が泳ぎに長けているといいんだが。そういうことなら僕からも一言付け加えよう。そのものの武芸はまあ悪くないものだ。うん。おや、フリーナ殿も彼の武芸について存じているようだね。ああそうだ、忘れていた。彼はまさに君の目の前で最高審判官ヌビレット殿に裁かれたんだった。私の同僚はよそでも通用するくらいの腕前なんだが、まさかああいった人物を相手にするとは思わなかっただろう。ヌビレット殿の手際にはまさに感服せざるを得ない。そうだろうな、君であれば確かに調べられるだろう。そこはもっと喜ぶところなんじゃないか。もちろん喜ばしいことではあるが、いささか残念なのだよ。この情報をもう少し早く聞けていれば私ももっと喜んでいただろう。だが講師が失踪してからすでに長い時間が経っている。はあ、でもタルタリアはまだ生きてるからな。そこについては安心していいぞ。おや、どうしてそんな確証を持てる？だってオイラたち、あいつがメロピデ要塞を離れた手がかりを見つけたんだ。その手がかりはどこへ向かった？メロピデ要塞は水中に位置している。正門から堂々と出ない限り水路を使って脱獄することになるはずだ。彼が無事に海底から離れられた証拠を見つけたというのか。ほう、それはいいことだ。つい先日彼の妹のトーニャからここフォンテーヌに手紙が届いた。残念ながら彼はいなかったため私が代わりに受け取ることになったが。そうだ、教えてほしい。彼が普段どんな風に変身しているのか。拝啓、親愛なるトーニャ、俺は今歌劇場の前で街の景色を堪能してる。こんな感じでいいのだろう。手紙というのはある程度の型があるものだ。内容さえ正しければどんな書式でどんな言葉を使っても。あれ、カップの中身が揺れてるぞ。これもきっとある種の予兆だろ、フリーナ殿。その言い方よく理解できないんだが。予言が次の段階に入ったんじゃないか。
ご苦労。あとは私に任せるといい。本当にお一人で？問題ない。へえ、この状況に対処できるってことはやはりもしくは責任感が強いだけってこともありえるか。一理ある。予言の日はいつか訪れるかもしれない。だが今ではない。一種族さえ容易に滅ぼせる太古の力、果てなき災厄は憤怒の発散に等しい。この度の審判はあまりに壮大ゆえ、採決に参加できそうにない。どうやら中の問題は解決したようだ。つまり俺らもしばらくは大丈夫ってことだな。ああ、しばらくは。今回の賭けは俺の勝ちってわけだ。さて、景品をもらおうか。確かにあなたの言った通りだった。賭けをしたのか。あんたが一人で来るか、大勢を引き連れて来るかな。一人で来るはずないってクロリンデさんは思ってたのさ。立場上そうあるべきだと思ったけど、この件の機密レベルは私の予想を上回っていたようだ。あんたもそろそろ機密性の高い仕事に慣れてきたじゃないか。法廷ってのはそういう場所だからな。それで賭けに負けた者は何を渡すのだ。茶葉か。公爵の執務室に茶葉などいくらでもあります。法典を送った方が有意義なはずです。なんだ、俺の法意識が低いと皮肉ってるわけじゃないよな。公爵はメロピデ要塞を法の及ばない場所として扱ってはいなかったと思うが。ここには法典に興味を持つ者などあまりいないと思っていたが。さっきの話は冗談に決まってるだろう。で、水の上にはまだトラブルが残ってるのか。急務があるのでしたら先にお戻りください。あなたがパレメルモニアを長く離れられないことは我々も承知していますから。ああ、向こうも順調だといいのだが。いいだろう。おままごとはここまでだ。フリーナ殿、神として先ほどの事象が何なのかを完全に把握していることだろう。
それとも、それはあくまで私の憶測に過ぎないのかな？君のその表情を見るに、私の考えが間違っているのではと疑ってしまうのだが。何が言いたい？この後に及んで、外交的な立場で話す必要もないだろう。フォンテーヌ人の一人として言わせてもらう。予言にある内容が少しずつ現実になってきている今、それについて最も把握しているのは君だ。にもかかわらず、君はここでのんきにお茶を飲み、ケーキを楽しんでいる。まるでガーデンの中に虫が数匹迷い込んだくらいにしか考えていない。このままで本当にいいのか。予言は全ての人の頭上に吊られている剣だ。あらゆる勢力が災いを防ぐ方法や自分を救う方法を模索している。ハウス・オブ・ハースの孤児たちでさえこの故郷を救おうと尽力しているのだ。それなのに君は、魔人フォカロルス、君は終始何の動きも見せない。驚くほど悠長に構えている。違う。僕は予言を軽んじたことも、悠長に構えていたこともない。今の発言を撤回しろ。神に対して勝手な憶測をするなど不敬極まりないぞ。いや、私一人だけではない。フォンテーヌに住まう数多の民たちが同じ疑問を抱いているはずだ。水の神よ、君はどのようにして彼らを救い、私たちを救うつもりだ。君が庇護すべき民たちは、いかにしてこの時期沈んでしまう土地で生きればいい？僕はもちろん方法を用意してる。これまでずっとそのために努力してきた。僕のことは軽視してもいいが、僕を否定する資格など君にはない。フォンテーヌは必ず救われる。今はまだどんな未来になるかは見えないけど、このまま続けていけば僕は誰にも恥じることなく胸を張れる。ならば問おう。フリーナ殿が言う努力とは？それはどこで見られる？僕は、予言と同じく、全てはその時が訪れれば開示される。君はただそれらが見えていないだけに過ぎない。なるほど、さすがは神だ。その努力とやらが私たち凡人には見えないものだとは。では僭越ながら質問の仕方を変えさせてもらおう。フリーナ殿、開示できる部分だけを私たちに教えてもらうことはできるだろうか？例えば、そう、この災いに対する措置とか。措置は。その表情から察するに、まさかこれも言えないと。措置も秘密にすべき内容だ。では少しヒントをあげよう。君たちの油脂祭帝カーディナルは一体何のためにあるものなのか。
今まで蓄積してきた膨大な立証混合エネルギーは何に使うつもりだ？油脂最低カーディナル？それはただ見ての通り。君もよく理解していないと、そういうことかな。私の推測が正しければ、ある計画を企てている者がいる。ただ残念ながら、それは君ではないようだ、フリーナ殿。リネが歌劇場にいた時、ほんの少し油脂器に近づいただけで大量の立証混合エネルギーが付着した。それでこのことに気づいてね。この件も君とは無関係となると、水神様ともあろうお方がまさか本当に何もしていないわけじゃないだろうね。おっと、なるほど、そういうことか。最高審判官のヌビレット殿がお茶会に出席していないのを見るに、彼はフリーナ殿に命じられて何かトラブルの処理をしているのだろう。あ、そうだとも、そういうことさ。このことは内密にしてくれ。それは無論だが、最高審判官殿がそばにいないとなると、フリーナ殿もさぞかし自信を失うようだ。さて、話はここまでにしよう。まだケーキが少し残っている。そちらの皆さんで召し上がってくれ。旅人、先日最高審判官殿に面倒な仕事を任せられたと聞いている。どうぞケーキをもう一つ取ってくれ。苦労した者は報酬と感謝を受けるべきだからね。パイモンもさあ。ありがとな。じゃあ遠慮なく。僕のテーブルに乗るデザートはどれも一級品だからね。あ、そうだ、召使いが美味しいケーキを持ってきてくれたことにも感謝しないと。礼は結構。ここにいる皆さんに味わってもらえるのはケーキにとっても本望だろうからね。私はただフリーナ殿の好みに合わせて一緒にお茶を飲みながらおしゃべりできるチャンスを用意したに過ぎない。さて、もういい時間だ。今日のお茶会もそろそろお開きにするのはどうかな。私はまだ用事があるので先に失礼させてもらおう。よかろう。ではお開きだ。旅人、もしよければ私をそこまで送ってくれないだろうか。最後の数分間で少し講師の話がしたい。オイラも一緒に行くぞ。このお茶会、想像以上に厄介なものだった。ああ、コホン、なぜ僕のことをそう見つめている？何か用でも？特になければ僕は休ませてもらうぞ。
き合ってくれて感謝する。まあ講師はただの口実で、君たちと彼の間に何があったかなんて興味はないんだが。やっぱりな、そうだと思ったぞ。前回君がハウス・オブ・ハースの子供たちを救ってくれたことだ。彼らの父として礼を言わせてもらう。私はそんなダメな父親に見えるか？ハウス・オブ・ハースはとても大事な存在でね。私が子供たちを大切にしていることも君なら知っているはずだ。公式な場では公式な話題を、逆にそうでなければ公式な話題は避けるべきだ。話はそれだけさ。メロピデ要塞から戻ってきたばかりだと聞いてる。何もそう気を張らないでくれ。君から情報を聞き出そうとしているわけじゃない。あそこにはリネ、リネット、それにフレミネがいる。私は子供たちの能力と判断を信じているからね。おう、あいつらすごく頑張ってたぞ。邪魔をしてくるやつには全力で抗ってな。特にリネのやつが。リオセスリだろ。あれが手強いのは知っている。だがリネは強がりでね。他の者に頼ることをもっと学んでほしい。例えばこの私とかをね。ただの世間話だと思って答えてくれ。フリーナ殿についてどう思う？君は争いの外にいて、フォンテーヌで最も自由であり、何者にも縛られていない。私の視点から教えてやろう。以上がこたびの審判の顛末です。孔子様は有罪判決を下された後、そのままメロピデ要塞へと応送されました。休暇を過ごしていたはずなんだがな。これほどの面倒事を残しておいて、羞恥心というものが全くないのか。その。まあいい、全く無意味なわけでもない。ある人物に会いに行こう。手配いたしましょうか？いや、必要ない。私が直々に動く。水神フリーナ殿に会う必要がある。彼女こそフォンテーヌの中核を担う存在。しかし面白いことに、彼女は神というよりもスターに近い存在と言える。おや、おちびちゃん、こっちにおいで。逃げた？待て！私の目標はあくまで神の心の場所を特定すること。だが、まさかフリーナ殿にこうも簡単に近づくことができるとは。あまりにあっけなさすぎて疑いたくなる。無防備であればあるほど、それは餌である可能性が高い。だが、餌に手を出した人を責めることはできない。なぜなら、餌は釣り針にかけられた瞬間、犠牲になる運命からもう逃れられないのだから。うわっ！事実はまさに私が手を出す直前にしていた予想と同じ。水神は神の心を持っていない。それに加え、彼女はどうにも神には見えない。その身には何らかの呪いの気配がある。君は誰？何をする気だ？殺さないで、お願いだから。
この瞳に宿る恐怖は決して嘘ではない。餌ではないことがこれでほぼ確定した。彼女に手を下す意味はなくなったようだ。私は難なく現場から離れられた。誰も私を探さなかったし、ましてや私が水神フォカロルスを襲撃したと告発する者もいなかった。フリーナ殿はこの件を他人に伝える度胸すらなかったのではないだろうか。しばらくすると案の定スパイから情報が入った。フリーナ殿は邸宅に戻った後、声を抑えながらすすり泣いていたそうだ。彼女はとても怖がっており、一晩中眠ることもできず、ケーキさえも喉を通らなかったという。疑う余地もない。フリーナ殿は何か問題を抱えている。私はある一つの推測を立てた。もしかすると真の水神は彼女ではなく、最高審判官のヌビレット殿なのではないかと。私には神の心を見つける使命がある。もしその推測が正しければ、神の心はヌビレット殿のところにある可能性が高い。それか一般人では近づくことが許されない場所に隠されているか。お父様。ああ、子供たちか。メロピデ要塞から情報が届きました。孔子様が失踪したとのことです。またメロピデ要塞に潜伏していた者と買収していた監視との連絡が途絶えました。例のリオセスリという者がやったのだろう。おそらくそうだと思います。執行官一人の価値は往々にして高いものだ。それも想像以上にな。これでフォンテーヌ側には外交的な責任問題を突きつけられる。実にいい機会を得た。水神フリーナ殿と最高審判官ヌビレット殿に会おう。面会の手配を。それからリネ、リネット、フレミネ、君たち三人にはやってもらいたいことがある。はい。孔子タルタリアの失踪は計画外のものだったが、突破口となる。こちらの正当性を訴えた後、私は計画を進めるための布石として譲歩しよう。そしてフリーナ殿とヌビレット殿に探りを入れる。流れは完全にハウス・オブ・ハースにある。メロピデ要塞の調査に私が行こうとするのはただのブラフ。本当に情報を集めるのはリネたちだ。その後のことは君も知っているはずだ。君はリネたちとも交友がある。隠すつもりはない。お前、水神を襲ったのか？どれだけ大声で叫んでも、それが公になることはない。フリーナ殿でさえ、何事もなかったかのように振る舞っているのだからな。私はフリーナ殿と2回お茶を飲んだ。正直フォンテーヌの上層は想像よりも複雑らしい。以前はあのヌビレット殿こそが水神だと予想していたが、今となってはそれも違う気がする。私は氷の女皇に付き従っている。神のあるべき姿を知っているんだ。
だがヌビレット殿といい、フリーナ殿といい、どちらも何かが欠けている。あれが神だとは到底想像できない。これは単に私個人の感覚に過ぎないが、大半の場合感覚というのには理由がないものだ。情報を扱うものだというのに、故郷の神が誰なのかさえわからないなど、実に笑える。フォンテーヌは特別だと思わないか。まだ多くのことが水面下にありながら、こうして災難が迫りつつある。フォンテーヌ人が生き延びるには、おそらく自分たちでその術を考えるしかないのだろう。結局のところ、生きていることでチャンスは訪れる。今後もし必要な時が訪れれば、君と協力関係を結ぶことだって辞さない。すぐに答えを出さなくても大丈夫だ。何せ事態はここから先まだ変わる予感がする。君の名前はよく大義と結びつくことが多い。いずれ共に手を組む日が来るはずだ。ふん、こんなに早く戻ってくるとはな。いろいろと話したいこともあるだろう。私はこれで失礼させてもらうよ。ヌビレット、問題は解決したのか？ああ、現段階ではな。だが長期的に見て、この問題は非常に厄介だ。フォンテーヌがいずれ予言にある光景に直面するのではないかと憂慮に耐えない。フリーナを守ってくれたこと感謝する。うん、簡単に言えば、私が力を使って大海の水を押しのけ、あのゲートを再び封印した。やはり召使いがフリーナに圧力をかけたか、明らかに探りを入れているようだが、その動機は私にもわからない。聞こう。お前が水人ってことはないよな。あ、いや、適当に言ってみただけだけど。言えないのか。おお、じゃあ他の話題にするか。別に無理に聞き出すつもりはないし。お前たちって本当変わってるよな。そのお前たちが私とフリーナを指すとして、君たちが何を想像しているかは分からぬが、私と彼女では様々な点において立場が全く異なる。ああ、メロピデ要塞は歴史が長い。あそこには数多くの苦しみと痛みが存在する。そして今災難が訪れようとしている。なんと嘆かわしいことか。あ、なんで急に雨が？
おそらく君の思った通りだろう。なんだなんだ。水。ん。うえー。そう驚かないでくれ。フリーナ。すまない、オイラたち当てずっぽうで行ったんだけど、まさか当たってたのか。なんか言ってくれよ。君たちの推測は正しいだが、どうか内密にしてくれると助かる。行ってみるといい。お前は水元素の竜王としてメロピデ要塞の大海の水を押しのけたんだよな。フォンテーヌの予言も海水と関係があるんなら、お前の力でその危機を解決できないのか。現在、私を含む全ての元素流は完全な状態ではない。話によると、最古の戦士がテイワットに降臨した際、竜の力を一部奪ったという。今の七神の剣能はその奪った力によるものだ。竜には七つの元素があって、神にも七つの元素がある。あの時代を経験した先代の水の竜王は遥か昔に見まかられた。私はその後継者だが、それら古き歴史についてはあまり知らないのだ。神の消失によって元素を操る剣能が変換される。そのようなことが起こらない限り、私も何もできないだろう。現状からして、他の方法で予言に対抗することをお勧めしよう。ところで、私はこれから少し急ぎの用事を片付けなければならない。もしまだ聞きたいことがあるのなら、また別の機会を見つけてそれらにまつわる古い話を語ろう。おう、オイラたちもちょうど行きたい場所があるんだ。旅人、メロピデ要塞に戻ろうぜ。オイラちょっと心配なんだ。ああ、達者でな。
さあ、このカードのマークを当ててみて。威張る猫かな。あ、二人とも来てくれたんだ。旅人、バイモン。こんにちは。おう、フレミでもだいぶ良くなったみたいだな。うん、みんなのおかげで。その、僕、勇気を出してクロリンデさんにお礼を言ったよ。おお、あいつどんな反応してた？その、大丈夫って言われた。人を助けるのあんまり大したことだと思ってないみたい。何か恩返しをしようとも思ったけど、お返しはいらないって。フレミネに余計な気を使わせたくないんだと思う。そんなに気にする必要はないわ。そっか。そうだ、オイラたち歌劇場に行ったんだけど、そこで召使いに会ったぞ。お父様に何か言われた？意味深なことを言われたな。いずれ共に手を組む日が来るはずだって。お父様の君たちに対する態度は僕たちが予想してたものよりも友好的だったみたいだね。よかった。旅人、お父様を信じてほしい。お父様にはお父様なりの責務がある。必要な時が訪れれば惜しみなく力を貸してくれるから。その中にはもちろん君も含まれてるはずだ。うん、お父様はとてもすごいお方だから信頼して。あ、そういえば召使いがリネのことを強がりだって言ってたぞ。他の者に頼ることをもっと学んでほしいってさ。その通りだね。うん、お父様が言いそうなこと。ちょっと、しばらくここに残るの？多分そうなると思うぞ。よかった、一緒にお茶会ができる。お、いいな。じゃあオイラケーキをもっと食べたいぞ。もっとってことは、上でも美味しいケーキを食べてきたんだ。そう、よかったね。次は私たちと一緒にお茶を味わいながらデザートを食べましょう。今度お茶会の準備をしてもいい？ああ、それはいいね。僕も賛成だよ。僕も手伝う。だから、どこもかしこもめちゃくちゃになってるだろう。
大きな問題はなかったか？怪我をした人が少しいるけど、全体的に見ると大したことはないのよ。ヌビレットさんがここに来てくれたおかげね。一時的にだけど危機を抑えることができたみたい。君たちも助けてくれてありがとう。でもヌビレットのやつ、なんで自分の力が必要だって分かったんだ？ヌビレットさんは水元素と強く共鳴できるから、増水した海から巨大な波紋を感じ取ったんだと思う。囚人たちの手当てをしてた時、あのボムブラザーズから聞いたんだけど、危険も顧みずに下層部へ走っていたんだって。こうして君たちが無事なのを確認できて、ようやく一安心できそう。もし急いでなかったら、ここに泊まっていてちょうだい。何か食べたいものがあればいつでもうちに行ってね。ウォルジーさんに用意するよう頼んであげる。それと疲れてたら医務室を使って自由に休んでくれていいから。ちょうどうちも君たちの顔の筋肉をもっと観察したかったの。君たちの楽しそうな笑顔ってとても魅力的で、すごく素敵なのよ。うち、それをもっと見ていたくって。時間があったらメロピデ要塞に泊まっていって、歓迎するから。君たち、どうして戻ってきたんだ？カスト、ラベリエンヌ！おいおい、まさかまた捕まったわけじゃないよな。え、そういうわけじゃないけど。くそ、あの騒ぎに乗じて逃げたかと思ったのに。数少ない脱獄者の一人かと思ってたが、まさか、そもそも逃げてなかったのか？悪いな、オイラたちちょっと用事があって。まあまあ、そんなことより無事で何よりだ。こいつな、ずっと二人のことを心配してたんだぞ。僕だけじゃないだろう。君だって同じだったじゃないか。そうだな。ここ数日、厨房の手伝いを俺もしてるんだ。さっきクストと一緒に働いてた時、こいつ人参相手にブツブツ言っててな。あの二人、大丈夫なのか？まだ生きてるよな。ってさ。そういう時はいつも大丈夫だ、きっとどこかで何か飲みながら景色でも堪能してるに違いないって返事してやってる。ふん、同じ監獄で過ごしてるんだ。気にかけてやるのは別に普通のことだろう。それにこいつら僕の話を聞くのが大好きだったしな。この二人、思ったよりずっと親切で面倒見がいいんだな。二人とも今度たらふく食いに来てくれよ。いつか僕たちも
あの二人と一緒に食事できたらいいな。自分の料理を振る舞うのか？それもいいな。腕の見せ所だ。ジュリエ、看護師長から聞いたけど、お昼ご飯を食べてないんですって？ん？ああ、仕事が忙しくてうっかり忘れてた。もう、いくら忙しいからって。あれ？あなたたち！なあ、ここ最近はかなりバタバタしてるけどね。君たちは大丈夫だった？お前たちは？まだ医務室の秘密通路の先にあるあの巨大な船の研究をしてるのか？ええ、でもこの秘密を知っているのは私たちだけですから、絶対に他言無用ですよ。医務室が混んでる時はとても面倒だが、まあそれでも公爵の執務室を通るよりマシさ。あなたがよく医務室でサボっているのも事実ですけどね。君だってしょっちゅういるだろ。お前たち船作りなんか口実で、本当は一緒にいたいだけなんじゃないのか？ありえない。ジュリエ、私たちについて変な噂が流れてるみたいですし、なんとかしてください。僕一人じゃどうにかできそうにないけど、まあ暇な時にでも考えておくよ。シャバに出た囚人がまた戻ってくるとはな。どういう風の吹き回しだ？メロピデ要塞
の状況を確認しに来たんだ。大丈夫そうか？大した問題はない。ヌビレットさんが厄介な問題をいくつか解決してくれた。そんなにすごいんなら、あいつにここに残ってもらうよう説得すればよかったんじゃないか？ほう、そいつはナイスアイディアだな。一つの水たまりのために法廷全体を捨てるよう、最高審判官を一緒に説得しようじゃないか。慌ただしく降りてきた挙句、お茶を一口も飲まずに帰っていった。まあ、看護師長からのプレゼントだけは受け取ったみたいだが。本当に忙しいんだな。それとクロリンデさんも帰った。同様に看護師長のプレゼントを持ってな。プレゼントってミルクセーキか？ヌビレットさんのはそうだ。クロリンデさんに渡してたのはリップクリームだったな。クロリンデさんはヌビレットさんほど忙しくない上に健康を維持できてるのが理由だろう。それに看護師長はレディーに美容品をプレゼントするのが好きだしな。そうだ、あんたらへのプレゼントもある。看護師長からか？いや、俺からだ。メロピデ要塞での仕事を終えたからにはいつでも水の上に戻れる。だがあんたらが使ってたあの牢屋はケーキが終わるまで好きに使ってくれて構わない。ああ、あんたらには食堂を無料で開放しよう。ひひ、やったぜ。ケーキが終わる日になったら俺のところまで手続きしに来るのを忘れるなよ。手続きを踏まないと、あんたらの犯罪記録はずっと残されたままになる。だから刑期が終わって釈放される前に、必ず俺のところに来てくれ。
でもオイラたちはもう囚人じゃないし、気分もちょっと違ってくるよな。おう、自由な感じって本当に特別だよな。おい、なんでわかったんだ。そんなことないぞ。ふん、オイラが言いたいのはな、オイラたち二人って実は結構すごいんじゃないかってことだ。ほら、オイラたちって一緒にたくさんの場所を旅していろんな奴らと知り合ってきただろ。旅の中でどんどん新しい友達を増やしながらな。それにこの世界には数えきれないほど問題があるのに、オイラたちはたった二人でそういうのをずっと解決してきた。これってすごいことじゃないか。オイラもカウントしてくれるのか。冒険者はお前だけだろ。じゃあ今度キャサリンに会ったらオイラも冒険の証をもらわないとだな。冒険者パイモンだぜ。考えるだけで嬉しくなってきたぞ。じゃあオイラは寝るから、お前も早く寝ろよ。前にここで寝た時は目が覚めたら外が大騒ぎになってたんだよな。大海の水が上がってくるなんて正直かなり怖かったぞ。今回はさすがに何もないよな。あん、じゃあおやすみ。What?